関沢良英一1月1日隊は日本の俳優、神奈川県出身、東京帝国大学法学部在学中の1944年に学徒出陣して陸軍特別操縦見習い士官として特別攻撃隊に配属されたが、敗戦後に無事に復員した。その後、京浜美術工芸者勤務を経て1953年にサブリシンにスカウトされて、 サブリ新監督、主演の映画、広場の孤独で、銀幕デビューを果たす。2作目もサブリが監督した映画、反乱に出演する。1953年、松竹に入社。松竹入社後は、ホタルグザ、母性日記、美貌の園などに、水原町子、中川博子、杉田博子、七浦博子、上京子らと共演して、 小竹大船町メロドラマ作品で活動する。小竹大船現代劇において、佐竹昭夫、船山雄二、溝口良良らと共に、当時の小畜三場ガラス、佐竹英二、高橋定二、大木実や、川、北雄二と肩を並べる活躍をする。その後も、花再び、家庭教師と女生徒などのメロドラマ作品に出演を続けた後に、 1961年に小竹を退社。フリーになり、テレビドラマにも出演するようになった。フリーになってからは、ごめんね、ママなどのホームドラマに出演していたが、1967年頃には、芸能界を離れて、当時、第二次、佐藤内閣において、菅野渡郎通商産業大臣の下で、通産政務次官に就任していた、宇野宗介の秘書を務めており、その頃には、 信託銀行の CM だけに出演していた。また、1967年には自由民主党参議院議員でタレント議員の走りであった藤原秋の政教に伴い、関佐原が学生時代からの夢でした。と、藤原秋の政治基盤を引き継ぐ形で自由民主党からの参院選出馬へ意欲を見せたこともあった。ありがとうございます。